どうも、ねずっちです。昨日ですね、おすらなじみのもろちゃんとですね、ゴルフに行ってきたんですけどね、このもろちゃんというのが、まあ、とにかくど天然の男でしてね、鏡に映ったコップ取ろうとして突き指したりとか、グラスにストローを刺してアイスコーヒー飲んでるなと思ったら、急にこうやって全部かかるとかですね、直接グラス口つけてこう飲んでんのと勘違いしたみたいなね、こと言ってましたけど、そういう天然のやつなんですよ。で、ゴルフ場行くと、まずね、ロッカーの鍵渡されてね、ロッカーで着替えて、で、その鍵で、また別にね、財布とか貴重品を入れる、ちっちゃいロッカーがあるんですけど、まずロッカーのキーをですね、その、センサーにかざして暗証番号を入力して財布入れてっていう流れなんですけどね、モノちゃんがそれやってましてね、暗証番号を入力してね、なぜかロッカーの鍵をですね、その貴重品の中にこう入れて、パタンって閉めてね、これでよしって言ってんですね。で、あれって言って、お前それ財布入れんじゃねえの？さ、ああって言い出して、ポッケに財布入ったままだったっつって、あ、どうしよう、ロッカーのあれ入れちゃったから、ああっつって、財布をなぜかセンサーにかざし始めてね、絶対意味ないと思うよっつって、ちょっとお前のロッカーの鍵かざしてって、いや、かざしてもいいけどお前の開かないよ、ああ、そっかーって、もう完全にね、セリーグから違うリーグに行くのと一緒だね。そう、パニックってね、パニック状態になってましたけどね。で、まあ、従業員の人に言ってね、従業員の人苦笑いしながらね、開けてくれたんですけどね、そんなモロちゃんが会社では専務なんですって。部下はどう思ってんですかね。意外に天然でね、可愛い上司だぐらいに思ってるかもしんないね。放課後の学校と一緒ですよ。どういうことかって、部下集うってね。ねずっちです。では、また。